はいどうも皆さんこんばんは、うちきのです。今回はね、久しぶりに APEX のことについておじさんが喋っていくっていうね、 APEX 雑談をしていきたいかなと思っております。はい、本当に久しぶりの APEX 雑談なんですが、前回ねこの雑談をしたのがシーズン17が始まる前で、5月の話になっていて約ね半年以上前になってます。はい、それ以降おじさんはApexこそプレイをしていたんですが、特にね雑談することがなくてというか、そういうのがあってこの雑談動画出していませんでした。喋ることはね むちゃくちゃあったんですけど、正直 APEX について、いいこと良いことっていうのが話せなくて、動画を撮ってはいたんですけど公開できないよっていう状況でしたね。はい、主にねランクマッチのことについてこれ話していたんですが、シーズン17以降ソロでプレイをしたことがある方っていうのは分かると思うんですけど、おじさんは過去一ひどい状況だとね思っていて、スキルマッチになって味方にランクが下の人が多くなって、逆に敵にはランクが上の人が多くなって、もうねソロの民には盛りにくい状況が続いていたと思います。もうおじさんはね盛りにくくて、もう毎回のように怒っていたと思います。しかしなんですがね、今回雑談動画を出したのはそんな状況が、シーズン19、厳密に言えばシーズン19後半では緩和されたといいますか、うまくねスキルマッチのシステムが機能してきたと思っております。はい、シーズン19前半ではシーズン17とか18と同じような状況で、味方の人に下のランク帯の人が来やすかったのが、シーズン後半付近ではね同じようなランク帯の人が多く来ていました。例えばダイヤ帯、ソロで自分がね入った時、味方の2人がゴールド帯とかシルバー帯の人がね、これ前回だと多く来ていたんですが、シーズン19後半のダイヤ帯ではダイヤ帯の味方っていうのが多く来ていました。この時ね、下の人が来ないっていうこともなくて、でも下の人が来てもプラチナ帯とかね一つ下のランク帯とかだったんで、頑張ったら漏れるよっていう状況もありました。そんな感じでね、今の環境っていうのはソロだとランク帯が上になるほど盛りやすいと思っております。簡単に言うとね、味方がどんどん強くなるっていうことです。はい、それがね本当に分かりやすかったのが今シーズンから始まった昇格戦のシステムになっていて、はい、ちょっと説明するとね、昇格戦っていうのは例えばゴールドからプラチナに上がるときに決められた回数内でチャンピオンを取らないとプラチナに上がれないっていうシステムです。はい、このシステムは本当に味方の人の強さっていうのが大事になっていて、正直ねチャンピオンを取るのって根本的にそのマッチで味方の人の意識の中にチャンピオンを取ろうと思っていないと、これチャンピオンは取れないんですよね。たまたまっていうのはなかなか取れないってことですね。おじさんはねチャンピオンを取るのはポジションっていうのが結構大事になっていると思っていて、いくらね戦闘力が強くてもポジションが弱いと簡単に負けちゃうよって思ってます。実際ね今までソロでやってきた中では本当そうでした。はい、そのチャンピオンを取るっていう意識が、ランク帯が上がれば上がるほど味方の人に増えてきて、逆にランクが低いと意識がこう、そういった意識が低くなっていると思います。はい、それが分かりやすいのがおじさんの昇格試練での結果を見てもらえばね分かりやすいと思います。まずゴールドからプラチナに上がるときにプレイした昇格試練の回数なんですが、36回かかってねようやくプラチナに上がれました。こんなにかかった理由をね自分の動画をちょっとね見返してみたんですが、結構甘い動きをしているっていう見方が多かったです。簡単に言うとね、周りを見ていないとか移動が遅いだとか、報告が全然ないだとかね、いろんなことがあって、もちろんね自分がミスしたっていう場面もあるんですが、チームとして見るとかなり弱かったチームだったなっていう印象です。そのためにチャンピオンどころか初動で落ちるってことが多くて、もう36回もかかってしまいました。はい、そして次はプラチナからダイヤ帯に上がった時の昇格戦の回数なんですが、これがね3試合で上がることができました。ゴールドの時とはもう比べ物にならないくらい早い結果になっていて、もうね非常に楽に上がれましたね。はい、ゴールド帯の時よりも味方の人に
ポジション取りの意識が強くて、まあ、無駄に突っ込むっていう場面が少なくなって、まあ、すんなりと取れた印象です。というか実際に取れました。はい、そしてね、最後のダイヤ隊からマスター隊に上がった時の昇格戦の試合数っていうのが1回なんと1試合で上がることができました。はい、この時はねちょっと特殊になってるんですけど、まあ、自分の環境がねちょっとラグがひどすぎてもうまともに動けていないよっていう状況で、まあ、それでも味方の人がカバーしてくれてね、最終的に味方がラグおじさんに合わせてくれてチャンピオンが取れたっていう試合でした。はい、完全にね味方が合わせてくれていなければチャンピオンが取れないっていう状況でしたね。はい、こんな風にね回数だけで見ても分かるように、やはり上のランクの人が来やすいとチャンピオンの意識が高くて、まあ、そしてそのチャンピオンもね取りやすいといった結果になりました。まあさすがにね1回でいけたっていうのはね、ちょっとうまい味方の人が来てくれたっていう運もあるんですが、まあ上の方に行くとそういった人が来やすいのも事実になっております。はい、こんな感じでスキルマッチが修正されてシーズン19後半ではランク帯が高い人が来やすくなり盛りやすいといったシーズンに今なっていると思っております。前のシーズンとはね明らかに変わっていて盛りやすいので、今シーズンソロのためにはね本当おすすめになってます。まあ、ですのでおじさんの方にコメントをしてくれている人の多くっていうのが、もう自分プラチナでやめるよとか、もう今回はねダイヤでやめるよって人が多かったんですけど、まあ、実際盛りやすい環境になっているんでマスターを目指してほしいとおじさんは思ってます。実際にねおじさんでもいけたんで、みんなだったら絶対にいけます。はい、おじさんはね久しぶりにソロマスターになれたんですが、はい、前回マスターになったのがキーボードマウス、まあ、キーマウで、今回はパッドに変更してね初めてマスターになれました。はい、前回なった時のおじさんの年齢っていうのが37歳で、まあ、今回は39歳でねソロマスターになれたんで、おじさんの持つ世界最高齢ソロマスターの称号を更新したことになります。まあ、まあこれからはねこの称号をもとに YouTube の方で活動していきたいと思っております。はい、これ結構冗談で、多分1週間もすればねその称号飽きると思うんでね、今の間だけでもね言わせておいてください。もしねソロマス達成している人でおじさんより年齢が上の人知ってるよって方はね、ちょっとコメントで教えてください。まあ、まあでもね実際ソロマスの定義って、まあこれ聞くんですけど何なんですかね。まあ、Twitter とかでね見てると、ほぼソロマス達成しましたとか、まあ、ダイヤ1だけはソロでやったんでソロマス達成とかねこれ言っている人もいたんですけど、まあこれ最後さえソロだったらソロマスっていうことになるんですかね、どうなんだろう。昔ねなんかおじさんがソロマス行ったよっていう動画出した時に、まあ、配信者の人がね別の配信者の人がコメントでおじさんとね同じぐらいの年齢でソロマス行きましたっていうコメントが来たんで、まあ嬉しくなってねその人の動画見に行ってみたら、普通にディオで回してて、まあそこからねおじさんの中のソロマスの定義っていうのがね分かっていない状況です。もう迷子になってますおじさん、ソロマス迷子ですね。なんかもうね配信者の人ってもう言うたもん勝ちなんかなとかね、ちょっとなんか思ってしまって、まあ、悲しい気持ちにもなってます。まあ、しかしね安心してください、おじさん、うちきのおじさんはね純正のソロマスターです。はい、なぜなら友達がいないからですね。はいはい、最後ねちょっと悲しい話になったんですが、まあ、シーズン19は APEX のランクが盛りやすくなっているので、みんなにもねプレイをしてもらってマスター人口を増やしてほしいとね森さんは思ってます。まあ、ソロじゃなくてもディオだとねもっと盛りやすいと思っているので、友達がいる人はねぜひ APEX に戻ってきてください。はい、今回はね久しぶりの APEX 雑談と、まあ言いますか、まあ、おじさんのソロマス達成自慢になりましたね最終的に。はい、またね APEX についてねちょっとまあ面白い情報なんかがあれば動画撮りたいと思っております。はい、まああと1ヶ月なんですけど、まあ実際今シーズン盛りやすかったんで、今の APEX ランクっていうのはガチでおすすめになっております。はい、それではまた、ご視聴ありがとうございました。